のアベマ TV をり、ジナル、ワカ、一点物が放送された。一点物は、テレビ朝日系列地、上波で毎週水曜、深夜0時15分から放送中のトークバラエティ&即興漫才番組。今回メイン MC を務めたのは、お笑いコンビ、三四郎。番組では、若手、実力派として選ばれた、ニューヨーク、バカよあなたは、モグライダー、東、エホテイソン、霜降り明星の5組の中から4人を選んで、2組の漫才コンビを作る。コンビの壁を越えシャッフルで、指名された2人に与えられるネタ作りの期間はわずか10分間。ゲストのために、一点もののオリジナル漫才を披露する。2人目のゲストとして登場したのが、第6位、YouTuber として知られる、木下優香だ。木下は2009年テレビ、東京の元祖、大食い王決定戦で鮮烈なデビューを飾った。木下のゆっと、うチャンネル登録者数は420万人を超える。なお芸人 YouTuber では、ゴージャスが約34万人、日本エレ、キル連合が約14万人、ヒロシが約1、2万人、四千頭身が約4万6000人で、あることと比べると、圧倒的な登録者数を誇る。これまで木下が YouTube、R として4年でアップした動画は270、米本以上。1回に食べる量は平均で、約6、kg、総再生回数は14億5000万を超え、美人フードファイターとして知られている。今まで食べた最高の量について餃子は400個。約7キログラムでスネだと明かした木下。もともと食べるのは好きだったんですけど、18歳の時まで大食いだとは気づかなかった。気づいたきっかけは学校を卒業してバイトしてお金を稼ぐようになって、友達とバイキングに行った時、ずっと始まってから終わりまで同じペースで食べているっていうのに気づいて、そこで気づいたと振り返る。 YouTuber になった理由は、 YouTuber は自由で何でもしていい。テレビの時はやらないといけないことがある。 YouTube E を本業にしようとは思ってなくて、趣味の範囲で始めたと語る。体の構え作りについて、木下は、食べ終わった後は 6kg 増える、次の日には戻ります。食べるのが好きなので、普段から 6kg 食べていますとコメントし、驚異の体に芸人たちは驚き。月々の食費については、食べ過ぎでわからない。でも食べたものが動画になっているから食使っていい、う感覚がない。食べないと始まらない、という。味に飽きが来ないのか、と言う質問に対しては、6kg が飽きの気な、医療と、まさかの回答が飛び出した。気になる稼ぎについては、具体的には非公開としながらも、毎年上がり続けているという。テレビと YouTube では、断然 YouTube の方が稼げる。テレビに出ていた時代はアルバイトをしていたと発言。YouTuber として、動画の作成には、撮影2時間、編集4時間、サムネイル作りと公開作業に1時間かかっているという。なお、今まで1回の食事で使った最高金額は1000円だ。様々な角度から木下に質問をぶつけて、キーワードが出揃ったところで、一点物の漫才を作るため、コンビを指名する時間に、木下が指名したのは、霜降り明星のせいやと、バカよあなたは、の新道流美だ。そして残りもう一組に指名されたのは、モグライダーの芝と霜降り明星のアラシナだった。この二組が10分間で漫才を作り上げ、披露した。さらに番組では、もう一人のゲスト、矢口真理がアイドルと付き合う、とっておきの秘策も暴露。今回、ワカ、一点物が放送された A、ビマトブ、アベマ TV のバラエティステーションプロゼンテッド、バイテレ朝、略してバラステでは、
毎週日曜の夜8時から4時間にわたってテレビ朝日で過去に放送した伝説のバラエティ番組最新作から現在地上波で好評放送中の人気番組の完全版まで豪華コンテンツが毎週放送中だ。アベマ TV は回転ものより C テレビ朝日アベメット V のバラステを今すぐ視聴。劇レアさんを連れてきた。陸海空地球、征服するなんて、ラブアース、東京ラ、フストーリーなど、バラステの検索。結果無料のインターネットテレビは、アベマ TV、アベマ TV、検索では気になる番組を検索することができます。アベマ TV。